世界の建築ミニ図集機構。シリア。パルミラ、シリア、のベル神殿。テンプル・オブ・ベル・シリア。神殿は、紀元前3000年期に遡る人間の居住を示す地層の岩下の上に築かれ、地下6メートルから青銅器時代中期、紀元前2200から1550年、初頭の痕跡が認められている。その一帯は、一般に最初のベル神殿ともヘレニズム神殿とも呼ばれる。ヘレニズム時代に建てられたかつての神殿とともに前ローマ時代に占領された。古代オリエントとギリシア、ローマ建築の著しい統合を示している。境内はプロピュライアを備えた、南北に105メートル、東西に110メートルの、巨大な長い周壁に囲まれる。その入り口となる西側の記念門より通じる舗装された境内にその本殿は置かれた。本殿はポルチコ、中楼、が並ぶ大きな境内の内側にあって、長方形の形をしており、南北を向く。その境内中央の基壇上に、実際の神殿建造物である本殿の内陣があった。内陣はコリント式柱の前中式中楼に囲まれ、唯一境内から通じる大きな階段にある入場門によって長辺側が途切れている。内陣は、内側に2箇所の聖域を持つということにおいて独特であり、北と南に向かい合う心臓安置所、アディトン、があって、ベル及び他の地元の神々の聖堂として捧げられた。南北の安置所の天井は一枚岩で作られ、北側の安置所の天井は、丸く凹んだ部分に弧道体の12宮に囲まれた。古くから知られた7つの惑星神の胸像の朝浮き彫り彫刻がユピテルを中心に見られ。また、北安置所の上枠にはベル神を象徴する翼を広げた和紙が彫られており、その翼下に星の形の装飾が見られるとともに、両翼端にはアグリボールとヤルヒボールが刻まれて、片側の端にその一神が確認できた。南側の心臓安置所には広い階段がついていて、安置している三位心臓を、行列の檻に運び出していたと考えられる。内陣は、二辺の長い壁に高く切り取られた二対の窓より明かりが取られ、建物の階段の三箇所の角からは、屋上テラスに通じた。中楼の天井を支えた梁のうち二本が本殿の横に置かれ、その一本は、ラクダやベールをかぶった女性の行列の彫刻で知られた。もう一本の梁の片面には、肩に三日月を持つアグリボールや神殿の列柱、および果物を備えた祭壇などが見られ、反対の面には、馬に乗った神や六体の神などが刻まれていた。境内には、流し台、祭壇、食堂、それに壁岩を備えた建物の遺構があった。また、北西の隅には、生贄の動物が境内に引き込まれた傾斜路を備えていた。1132年にアラビア人によって改修され法類が築かれた時、神殿はモスクに転化され、そのことでさらなる破損から保護されてきた。